あの人の現在。2005年にアイドルとしてデビューを果たし、メガネっ子アイドルとしてブレイクしていた時任亜美さん。2016年に結婚した旦那さんには逮捕歴があると噂されていますが、事実なのでしょうか。時任亜美さんの現在の姿も探っていきたいと思います。最近はテレビで見かけることがほとんどなくなった時任亜美さんですが、現在は何をしているのでしょうか。時任亜美さんは現在ラジオ番組に出演しているようです。ラジオマンジャック、時任亜美の聞き耳ラジオ、その時のために。時任亜美のラジアジの3本のラジオ番組に出演しているようです。そのうち2本は時任亜美さんの冠番組のようですね。さらにインスタグラムやツイッター、フェイスブックなどでも頻繁に現在の情報を発信しているようです。イベントなどの情報や時任亜美さんのプライベートでの出来事なども発信しているようなので、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。そして今時任亜美さんが一番力を入れているのがチャリティー活動だそうです。チャリティー活動に本格的に取り組むようになったのは、時任亜美さんのお父様が亡くなられた際に遺品整理をしていて、まだ役に立ちそうなものを寄付したことがきっかけになったようです。寄付はしてみたものの、その後自分が送ったものが本当に役に立ったのかを知りたくてもわからなかったようで、それがきっかけとなり自らが中心となってできるチャリティー活動を考えていくようになったそうです。ちょうどその頃、アジアでの仕事も増えていた時任亜美さんは、ベトナム山間部の子供たちの悲惨な現状を見る機会があったのです。その時にショックを受け、学校を作りたいという思いが強くなり、チャリティー活動に力を入れるようになっていったそうです。現在は時任亜美アジアチャリティープロジェクト、子供たちに笑顔いっぱいの未来を、ベクトル南青山店×時任亜美アジアチャリティープロジェクトという2つのプロジェクトを進めているそうです。プロジェクトではチャリティーライブを行って募金を募ったり、洋服などの不要なものを集めてリサイクルショップに持ち込み資金を集めたり、学校の備品送りや井戸作りをしているそうです。実際に自分で足を運び、現地で正しく使われているかを確認することもできるので、とてもやりがいを感じながら活動に励んでいるそうです。ちょっと意外な現在の時任亜美さんの活動でしたが、とても立派なことをしていることが分かりましたね。元祖メガネっ子アイドルとして大人気だった時任亜美さん、結婚された旦那さんには過去に逮捕歴があったことが分かりましたね。そのことを承知した上で、時任亜美さんも結婚されているようなので、末永く幸せでいてほしいですね。また時任亜美さんが現在チャリティー活動に力を入れていることも分かりました。機会があったらぜひ一緒に参加してみたいですね。